オランダの薬物政策。オランダの薬物政策は、厳しい政策で薬物を完全に追放することは、不可能だという前提に立った、オランダ政府の薬物、麻薬に対する国内政策の二つの原則を指。これらは現実に即した実用主義的な政策だ、と、オランダ政府は主張する。大麻などのソフトドラッグ使用者が多いオランダでは、 ソフトドラッグを完全追放できないと考える。これを禁止法で押さえつければ、ソフトドラッグがハードドラッグと同じ闇市場に出回る結果、ソフトドラッグ使用者がハードドラッグ使用に走る機会を増し、薬物による害を増やすことになる。これよりは、行政がしっかり管理できる施設にのみ、一定条件下で、 ソフトドラッグ販売を許可し、ソフトドラッグ市場とハードドラッグ市場を完全に分離し、ハードドラッグが入ってこないようにソフトドラッグ市場を限定して厳格に管理した方が、薬物による害は少なくなるハームリダクションとの考えである。他国の大部分も薬物は社会にとって有害であると考えるが、オランダとは反対にソフトドラッグを含め薬物を追放する政策を とっている。従って、他国とオランダの薬物政策が異なるため、摩擦が生じている。特に近隣のフランスやドイツとの摩擦が顕著である。2004年現在で、隣国ベルギーでは、オランダモデルに近づいているように見受けられる。並びに、少数のドイツ地方議員がオランダモデルに基づく試みを提唱している。スイスにおいて、 オランダモデルに追従するか否かの議会の長く激しい討論が持たれたが2004年にこれを行わないことが決定した。現在のところスイスにおいて住民投票における質問が準備されている。一般的にソフトドラッグの使用は禁止されておらず、これは体の問題における受決の原則に基づいている。具体的に言うと自身を傷つけることは違法ではないということである。 この限りにおいて個人使用を目的とした使用者による少量のソフトドラッグの所有は起訴されない。ただし自身の行動の結果には責任を負う。薬物の作用を受けての運転は主に公的生活妨害の検知から禁止されている。オランダはハームリダクション政策をとっている。これは公衆衛生及び薬物外の検知から 薬物使用者に対するサポートをしていく政策である。HIV 予防のために薬物使用者に注射針を提供し、薬物使用者である交流者のための交流施設を設けている。この交流施設では薬物使用に対するカウンセリングや社会復帰プログラムを組んでいる。薬物常用者、依存者は病気として扱われ治療を受けることができる。また、 交流者と同様に彼らのための構成施設があり、ここで治療やカウンセリング、社会復帰プログラムを受けることができる。ヘロインやアヘン中毒者にはメサドンを処方することができる。オランダは医療大麻の研究に熱心であり、患者は医療大麻の処方を受けることができる。薬物に対する寛容政策を取るに至ったいくつかの背景がある。また、 薬物に対する寛容政策を取るに至った歴史的背景が指摘されている。以上などの理由により薬物市場が形成され早い時期から薬物化が起こった。政府はそのような背景をもとに薬物の全面的な排除は非現実と判断している。1919年にオランダはアヘン法を制定した。これは1910年代のアヘンに関する諸議提書。 および1911年に定約した国際アヘン条約の実施立法であった。これらの条約及び議定書は定約国にアヘンやコカインの使用の禁止、輸出、製造の制限を求めるものであったが、定約国は主に帝国主義であり、商品としての麻薬を制限することになる批准には極的であった。そしてオランダも同様であった。しかし当時国内で、 薬物化が広がりつつあったアメリカの働きかけにより1919年に調印されたベルサイユ条約第295条に国際アヘン条約及び議定書の定約国は12ヶ月以内に批准する旨の条項が設けられた。これにより条約及び議定書はオランダも含む定約国で批准された。アヘン法は制定されたがその運用は 部分的にしか行われなかった。アヘンは東インド諸島に輸出されており、経済及び統治の観点から法の運用を行わないことを判断していた。また、国内にはアヘン使用人口は少なく、一部の中国人の間で使用されていただけだった。アヘン法はこれらの中国人にのみに選択的に運用されていた。1953年、オランダは 大麻の統制条項をアヘン法に加えた。以前では、大麻の喫煙はオランダにおいてほとんど行われていなかったが、第二次世界大戦後よりそれが見られるようになった。その後の1960年代、アヘン法に基づく逮捕者は増加し始め、また、LSD やヘロイン、コカイン、アンフェタミン、アヘンなどのハードドラッグがオランダ国内に流入し始めた。 1960年代から70年代にかけてのヒッピームーブメントやサイケデリックムーブメントなどのサブカルチャーを背景にハードドラッグの乱用が若者の間で広がりつつあった。それに伴い大麻の法執行の見直しが提唱されるようになった。1976年のオランダ編法の改正がオランダにおける現在の汎用政策の基礎となっている。 この改正により個人使用におけるソフトドラッグの所持や使用が法執行において低い優先順位となった。オランダ政府は1960年代から薬物問題に本格的に取り組み始め、それに伴い複数の委員会が立ち上がる。アヘン法改正はヒルスマン委員会及びバーン委員会からの報告に影響を受けているとされる。1968年に ヒルスマン委員会は、オランダ政府の外閣団体である国家精神、衛生連合機構、ナショナルフェデレーション・オブ・メンタル・ヘルス・オーガナゼーションスにより立ち上げられた。薬物学者、ラウク・ヒルスマン、ルーク・ハルズマンが議長を務め、委員は、官、民を問わず、薬物や法分野の専門家が集められた。1971年に、同委員会は、ヒルスマン・レポート。 ハルスマンリポートとして知られる薬物政策の展望を示した報告書を提出している。この報告書において全ての薬物を段階的に解放することと、それに伴う執行形態の変更を提唱した。また、1968年に保健省により国の委員会が立ち上げられ、1970年からこの委員会の議長をピーター・バーンが務めた。 この委員会はバーン委員会として知られている。1972年にバーン委員会はバーンレポートとして知られる報告書を提出した。バーンレポートは大麻の犯罪化は社会的問題を加速させると指摘した上で薬物を分類で分けることを提案した。それに伴い大麻とそれ以外の薬物を異なる分類に置き大麻を非犯罪化し、 またそれ以外の薬物を取り締まることを提唱した。この報告書に基づき、オランダ編法が改正において、ソフトドラッグ・ハードドラッグの区別が行われた。また、マリファナの 30g までの所持や、使用の法執行における優先順位が下げられ、1979年のガイドラインにて、アホージ G 基準が策定、コーヒーショップにおけるソフトドラッグ販売が、 制制限付きで非罰化されたコーヒーヒショップの度説を参照。1996年に制定された検察庁へのガイドラインにより個人使用におけるソフトドラッグの実質的な解放が確定されたこのガイドラインは薬物の量や種類違反の種類で検察による休憩量を制限しているこのガイドライン制定は1995年発行の報告書 オランダにおける薬物政策に影響を受けている。この報告書は保健省、体育省、厚生省、法務省により提出された。また、この報告書は今までの政策とその影響や現状を振り返り、分析し、指針を出している。また、アホージジー基準が改正された。2005年、国境の町であるマーストリヒトの市長ヘルトレールス、ガートリアーズは、 現在の政策を矛盾していると批判した。大麻の小売りと所持を認可する一方、栽培及び卸しを不認可することにより、政府は治安と犯罪からなる多くの問題を作り出していると、市長は主張している。かつ、栽培の合法化及び調整をするか、または完全な抑制をするか、のどちらか一方に切り替えてほしいと主張している。レールスの主張は、 地方自治体からの支持を集め、栽培問題を再び議題に呼び戻した。2008年11月、オランダの政権与党第一党、キリスト教民主アピールは、ソフトドラックの販売禁止を提案した。ピーター・ファンヘールは、ソフトドラックを販売するコーヒーショップの全面閉鎖を主張。連立与党第三党のもこれを支持した。これに対し、連立与党、 第2等の労働党、ペイダ、33議席は反対を表明。オランダでは、ハードドラッグとソフトドラッグが明確に区別されている。オランダアヘン法、オピアムウェットでは2つのカテゴリー、ライジャストを設けており、カテゴリー I を、ハードドラッグ、カテゴリー E を、ソフトドラッグとしている。アヘン法に基づくハードドラッグとは、容認できない危険性を生じさせる薬物のことであり、 ヘロインやコカイン、エクスタシーなどを指す。また、ソフトドラッグとは、マリファナ、ダイアサの葉や花を乾燥させたものや箸し、大麻樹脂などの大麻加工品や、マジックマッシュルームなどを指ている。薬物の分類は、物質の精神的中毒性もしくは、肉体的中毒性があるかどうかに基づき定められた。言い換えれば、 薬物離脱時の穏やかな接種欲より悪い弊害を伴わない精神的中毒性の薬物、もしくは危険な禁断症状及び高級的な肉体的損傷を生じるという確証がない肉体的中毒性の薬物は取り締まらない。この政策の主要な目的の一つはソフトドラッグ使用者がハードドラッグに接する可能性を低くするために ソフトドラッグとハードドラッグの市場を分離することにある。また、犯罪の影響をソフトドラッグ市場から取り除き、犯罪を減少させることも目的としている。オランダには、コーヒーショップといわれる公然とソフトドラッグを販売する店が存在する。コーヒーショップにおいて、法律に基づき個人使用目的において法が許している最大量を顧客に法に従い販売している。 その限りにおいては、コーヒーショップは処罰されない。しかしながら、コーヒーショップの仕入れ先は、まだ処罰されている。実際には、幸いに、ための一人当たり5なの大麻、もしくは、一人に当たり5グラムのマリファナ、もしくは、ハシシが、個人使用用途の条項における上限である。2004年の判決令では、360グラムの所有に対して、 没収と750ユーロの罰金が課せられた。コーヒーショップは他の小売店と同様に税金を払っている。とはいえ、大抵、コーヒーショップはソフトドラッグの供給に伴う領収書を申告できないため、コーヒーショップのためのいくつかの特別控除がある。大規模な売買、製造、輸入、輸出は、たとえ末端使用者もしくはコーヒーショップに対して、 許可量を超えて供給していなかった場合においても法律上許容される最大限の告訴がされている。しかしながらコーヒーショップに薬物がどのように供給されているかは滅多に厳密には調査されない。確かなこととして大麻を違法とする国が原産であるドラッグがコーヒーショップで売られていることが挙げられる。供給元の多くは ハードドラッグとソフトドラッグを区別しない利益を得ることを同期とした犯罪者である傾向がある。それゆえ、ソフトドラッグ政策は供給の問題を解決しないことにより、オランダをヨーロッパにおけるハードドラッグ取引の中心にした。この問題に対抗するために厳重に管理され、適法な大麻に対する製造工程の創設が、ここ数年間にわたり多くのオランダ人の 政治家によって提案された。2005年末までには、オランダ議会の大部分は、大麻の管理された栽培及び製造の実験を、指示した。この実験がいつ、どのように行われるかは、立法問題のために未定である。オランダにおいて大麻は今なお規制物質である。かつ、個人使用のための製造及び所持は、軽犯罪であり、罰金を科せられ得る。コーヒーショップも、 法に照らし合わせれば違法である。前述したように実際には起訴されず、法は執行されていない。しかしながら、不執行の方針は、不執行への信用が一般的となる状態をもたらした。そうしたことから、個々の事件が起訴された場合、裁判所は行政に反する裁定を行った。これらの状況は、オランダ法務省が、ソフトドラッグに関する汎容政策を適用している。 ためである。これは、1996年に修正された現状に、基づいた一連のガイドラインであり、これにより、ソフトドラッグ使用は処罰されない。オランダでは、法の刑罰に優先順位をつけており、個人使用目的とした 5g 以下のソフトドラッグ所持と、個人使用目的とした 0.5g 以下の、ハードドラッグ所持は、優先順位が低い。そのため、これらの罪は通常、 基礎が猶予される。これは限られた辞任をどの犯罪行為に投入するか優先順位をつけるという他の国々の司法当局が慣例的に行っていることをより公式にしたものである。寛容政策の発議者は寛容政策がないよりも現実問題としての法的保護における一貫性を当該政策は提供していると主張する。オランダ薬物政策の反対者は 完全合法化を要請しているか、もしくは、法で執行ができるか否かに関わらず不正あるいは、敗退的な行動を道徳的に法で罰しなければ、ならないと主張している。しかしながら、オランダ裁判所において、上限を設ける、制度化された法の不執行は事実上の解禁に相当することを、寛容政策は長い間確定させ続けてきている。この法律は、主として、 国際条約の堅持と国際的な圧力を理由として残されている。オランダ政府による麻薬不法取引と戦うためのこの方針にもかかわらず、オランダはヨーロッパに入る薬物にとって重要な輸送中継地点であり、アンフェタミンやその他の合成麻薬の生産者、輸業者の重要な中継地点であり、かつ違法薬物の重要な消費者であり続けている。 1999年の期間においてアメリカ合衆国への合成薬物エクスタシーの輸出量は前例のない比率に達した。1997年にデザイナードラッグとの闘争のために設立されたオランダの合成薬物対策局は成功しているように見られる。政府は国境管理の強化と近隣諸国との協調の活性化を行った。不正取引とは 対照的に薬物使用は公衆衛生問題として理解されるが保健省、体育省、厚生省及び法務省が薬物政策の政策責任を共に負っている。他のほとんどの国々の政策とは対照的にオランダの政策は薬物との戦いにおいて良い結果をもたらしている。年間1億3000万ユーロ以上の予算が中毒者施設のために使われており、 その内約50%が薬物中毒者のために使われる。オランダには様々な需要削減プログラムがあり、国内の2万5000から2万8000人のハードドラッグ使用者の約90%に利用されている。ハードドラッグ中毒者の数は過去数年間で安定しており、平均年齢は38歳へ上昇した。薬物関連の死亡者数はヨーロッパで最も少ない。 2003年11月27日、オランダ国民に限りコーヒーショップがソフトドラッグを売ることができる規則を政府は検討しているとドネル報奨はを公表した。ヨーロッパ隣国がオランダからの薬物流入を懸念していること、加えて国境の町に他ヨーロッパから薬物目的の旅行者が流入していることによる住民の迷惑の両方を解決するためにであった。 2006年時点において、規制は行われておらず、コーヒーショップは外国人客にも販売している。ソフトドラッグの非刑罰化にもかかわらず、オランダにおける大麻の使用比率は、他の西欧諸国と比べて、高いわけではない。若年男性のうち少なくとも、月に一度は大麻を使用するもの,の割合は、オランダは9.7%であり、これは EU 内で第7位に当たる。 なお上位は以下のようになっている。キプロス、スペイン、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ。専門家の幾人かは、ソフトドラッグの非刑罰化は大抵、より早く、ハードドラッグの消費につながると指摘している。ゲートウェイドラッグを参照のこと。しかし今のところは、オランダにおいて、コカインを今までに使用したことがある人の割合は、イギリスや、スペイン。 イタリアに比べて低い。状況は他のハードドラッグにおいても同様である。オランダは1961年、麻薬に関する単一条約、1971年、厚生神薬に関する条約及び1988年、麻薬及び厚生神薬の不正取引の防止に関する国際、連合条約の条約国である。麻薬に関する単一条約は、 自然界に存在する薬物、例えば大麻などの栽培及び売買を禁止している。抗生新薬条約は、合成薬物、例えばバルビツル酸誘導体や、アンフェタミンなどの生産及び取引禁止している。麻薬及び、抗生新薬不正取引防止条約は、禁制薬物の所持を犯罪とみなすよう国家に求めている。国際麻薬統制委員会は、通常、 麻薬及び抗生新薬不正取引防止条約における所持の意味を国家は薬物所持の罪を起訴しなければならないと解釈している。また条約は規制物質を医学的及び科学的使用に制限することを明示している。しかしながら国連麻薬統制計画の元需要削減主席チーフ・オブ・デマンド・リダクションである心理フレイジーは条約には 戦略的に若干の余地を考慮した十分な曖昧さや抜け穴があると考えている。法律に反薬物の条項を残すことで薬物に関する国際条約を準拠及び悪影響を軽減のためにオランダの薬物政策は注意深く計画されている。これまでオランダの寛容政策の一挙手一投足に会議的な見解をとっていた。 国際麻薬統制委員会からの非難を回避するために法律に反薬物の条項を残すことは必要不可欠であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。